少しでも休んでおいた方がいいな。ん？吹雪連隊長からのメッセージ。吹雪だ。現状の報告を受けたい。この間の場所で待ち合わせよ。吹雪連隊長からメッセージが届いた。みんなにも来ているか？俺のところにも来てた。私も。この間の場所ってセーフゾーンのことだよね。監視されていると言っていましたし、念のためぼかしたんでしょうね。でも吹雪連隊長はスプリング製薬の人でしょ。あのアンプルの、あの工場みたいな場所のこと知ってるのかな。知らない方がおかしいでしょうね。このタイミングでの呼び出しは何か意図があるのかもしれんな。海抜群病院でアンプルを処方されたんだから、政府は何らかの形であの工場の製品を仕入れてるんだよな。それを吹雪連隊長が橋渡ししているとも考えられるのか。吹雪連隊長も敵ってこと？私たちに便宜を図ってくれたのに。それ自体が政府に従順なふりをするための手段の一つだったのかもしれない。疑うことは簡単だけど、まずは話を聞いてみよう。ユイトは大胆ですね。でもまずは人を信じようとするその心がけはとても好ましいです。僕も見習わないと。ユイトがお人よしだから私たちが疑り深くてちょうどいいのかも。かもしれないな。すまないね、こんなところに呼び出して。この間はルカの行為に甘えたけれど、あまり頻繁にあのアジトへ行くのは危険だからね。僕の監視役に気づかれてしまう可能性が高い。ご配慮ありがとうございます。セーランでの情報は渡るから聞いている。僕たちの活動に影響のない範囲で政府にも報告済みだ。大丈夫なんですか？吹雪連隊長のご実家はスプリング製薬の。だからこそさ、自分の家の背信行為を告発することで政府からの信用が上がる。それにあの研究所設立を最初に提案したのは僕とカレンだからね。え？アリスのことはもう知っているね。彼女はまだ怪異の姿であの研究所にいる。僕らは悪用されることを承知で、アリスを守るために、セーラン氏をそそのかした。その結果が、あのアンプルと反乱だ。愚かだったと思っている。この国は、どうなっているんですか？セーラン氏も反乱を起こしたとはいえ、同じニューヒム家の町です。スオーでは人体実験、セーランでも同じような真似をしている。全ては怪異という脅威に対する武器の開発だ。片方は超能力を強化する方針を進め、もう片方は怪異そのものを御する方法を模索している。怪異って一体何なんでしょう？断絶の春以降突然現れるようになったと聞いていますが、正体は全く分かっていませんよね。そうだよね。あとは断絶の帯で生まれるらしいってことぐらい。野生動物の突然変異ではないかと言われているが、本当に野生種なのだろうか。怪異の正体そのものすらも政府が隠蔽している可能性がありますよね。やはりそこだな。
え？一般市民も怪異に何か異質なものを感じているのは間違いない。だからこそそこを突くことで政府の人格強制を無効化する。例えばニューヒムカの国民全員に政府が隠したい秘密を暴露するということですか？兄さんが反乱の時にそうしたように。その通りだよ。かつて僕とカレンは人間が怪異化する瞬間の映像を全国民の脳に直接転送することを目論んでいた。だが証拠となる決定的な映像は見つけられなかったし、カレンの人格を盾にされて僕も動けなくなってしまった。だから政府のスパイをさせられるようになったんですね。ああ、だが今ならナオミの時のデータが凪経由で研究のために保管されているはずだ。人格矯正の時記憶も奪った。確かに凪が退院してきた時ナオミの怪異化のことを全く知らないような素振りだった。でもそんなことをしたら脳にダメージが残りませんか？特定の記憶だけを抜くことは脳への危険が伴う。しかし彼らはそれぐらい何とも思わないよ。君たちも同じ記憶を有しているが、データとして取り出すにはリスクが大きすぎる。だからすでに取り出されて保管されている凪の記憶データが必要なんですね。そう、今なら政府の非人道的な行為の証拠としてデータを全国民に転送できる。荒はばきを使えばね。荒はばきにアクセスできるんですか？ああ、君たちがセーランに向かっている間に荒はばきの制御層へ入る許可を得た。一度しか使えない臨時パスが支給されている。しかし凪から奪った記憶はどこに保管されているんですか？前に君たちが侵入した旧海抜群病院だと思う。確実な情報でなくて申し訳ないが、あそこは超能力研究のための施設だからね。確度は高い。タイの再編成完了後に旧病院へ潜入してもらえるかな。タイの再編成、そうか、そんな話をしていましたね。私はユイトのタイに残る。私だってこんな世界は嫌。そうか、それじゃあ花火だけ転出ということでいいね。待ってください、私も残ります。花火いいのか？俺たちと一緒にいるってことは政府から摘発されることになるかもしれないんだぞ。その時はその時よ。だっていろんな嫌なことを知っちゃったんだよ。仲間が何とかしようって頑張ってる時に私だけ知らんぷりなんてできないもん。実家に迷惑がかかるけど本当にいいんだな。うん、っていうかおじさんだけじゃなくてお父さんたちも本当は知っているんじゃないかって疑いたい気分。そう、ありがとう、助かるよ花火。それじゃあ怪異化の記憶データの件よろしく頼むよ。僕が行ければいいんだけれど、荒はばきへのアクセス権を奪われるのも困るから今は動けないんだ。ユイトも目立っているのは間違いないし、病院への潜入は2度目になるからくれぐれも慎重にね。はい、分かっています。そうだ、今から旧病院の警備システムをかく乱するためのデータを送る。姉には劣るが僕もそれなりにプログラムを組めるからね。潜入の時にはこれを使ってくれ。ありがとうございます。それじゃあよろしく頼むよ。全員で一緒に行動できることになってすごく心強いよ。
みんな思いは一緒ってことかな。近くに物資反応があるみたいだな。よっ、組の目を。それ。任せろ。お前だ。それください。前、凪を探しに来た時は記憶データを保管していそうな場所なんてなかった。あるとすれば建物のもっと奥深いところだろうな。簡単には入れないような場所のはずだ。ユイト、警備システムは吹雪連隊長のプログラムで撹乱できる。安心して進んでくれ。了解。今だ、ルカ。私たちには負けない。やるぞ、花火。電気管でプラスチックを落としたみたいだ。姿は消えてるが、まだ怪異は。俺がやる。そこにいると札を使えば楽に探せるはずだ。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。やっ、なんだ。はい、任せろ。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。畳みかけるぞ。あれだ。くそ。長い時間を共に過ごしてきたから、もう僕たち一緒にいないと落ち着かないですね。今だ、ルカ。ベッドベッドになるぞ。くそ。
レアボルじゃないか。一緒にやるぞ。動けますか。やっと。やっと。畳みかけるぞ。お前だ。行く。シュート。私の炎を預けるからね。ここでルカの瞬間移動を使うと楽かもしれないな。君の目は
俺がやる。終わりだ。任せろ。データが保管されてそうな場所はないな。というか研究設備らしいものも全然。おそらく地下施設だと思うのですが、1階には地下に降りられそうな通路はありませんでしたよね。しらみつぶしに探すしかあるまい。凪がここで人格矯正を受けたのならデータもここにあるはずだ。
ナギ、あの後無事に逃げられたかな。俺はみんなに助けてもらったけど、ナギは一人で。相変わらずお優しいな、ユイト。ナギ、やっぱり戻ってきてくれたな。だって俺たち親友だもんな。ユイト、ナギはさらなる人格矯正を受けたようだ。この前会った時、ナギの人格が戻りかけてたから。人格矯正だ。矯正が必要なのは偉大なニューヒムカに逆らうお前らの方だろ。安心しろよユイト、お前の命だけは助けてやるように言われてるからな。やめてくれナギ、お前とは戦いたくない。おとなしく俺の声ぶっ殺すって。さあ、何がここまでの戦闘能力を持っていたの。俺たちもパスを駆使して戦わねば歯が立たんぞ。ナギ、人格強制なんかに負けないで。ユイト、怖かったわね。もう検査は終わったわ。ほら、お母さんの方を見て。泣かないで。もう大丈夫。お母さん。お母さんの夢か。どうして今さら。そうか、この天井、子供の頃入院していた部屋に似てるんだ。匂いも、匂い。
ここはどこだ。超能力が使えない。超能力は使えないよ。その拘束具には君の超能力を無効化するように調整する装置が仕込まれているんだ。バカだね。おとなしく旧国の英雄に収まっていればいい目を見られただろうに。あなたはこの施設のしがない職員だ。君が子供の頃にも何度か会っているけれど、もう覚えていないだろうね。俺があなたに。君はここに入院していたことを忘れてしまったのかな。お母さんも一緒にね。ということはここはまだ旧海抜群病院の中のどこかなんだな。それより俺の仲間はどこですか。さあ、君の仲間のことは僕の管轄外だから。僕はベルペッパー担当なんだ。ベルペッパー、無能力者のことですね。そう、君はトラバース兄弟の実験を担当してきたんだ。君はカレンやルカと違って超感覚刺激ホルモンの固着率が低下してきているようだね。え？そういえば君が突然念力を発現させた時も本来のベルペッパー改造とは異なったプロセスだったな。もともとベルペッパーの超能力発現率は極めて低いものだが、君の大脳は特殊なのかもしれない。少し聞き取りをさせてほしい。待ってください。俺がベルペッパー。ああ、ベルペッパーだった頃の記憶も欠落しているのか。これは厄介だな。どうやら君は超能力を使うたびに脳へダメージが蓄積しているようだね。これは聞き取りの前に検査が必要だな。子供の頃のことをよく思い出せないとか、急に記憶が飛ぶなんてことに心当たりがあるだろう。ちょっと待ってください。分かるように説明してください。やれやれ、簡単な話だよ。君はベルペッパーとして誕生した。それでお母さんと一緒にこの病院へ入院したんだ。当時はまだここが海抜群病院だったからね。ベルペッパーに対して後天的に超能力を発現させると強い超能力者を生み出せることが分かっていてね。我が国ではベルペッパーは例外なくこの病院に収容して投薬実験を行うことになっている。俺がベルペッパー、無能力者。とにかくもう一度眠ってもらおう。くそ、眠気が。ユイト、大丈夫か、ユイト。吹雪連隊長、どうして。吹雪連隊長が渡してくれたプログラムには施設の監視カメラの映像を転送する機能が組み込まれていたの。ここへの潜入が危険なことは分かっていたからね。何かあれば動けるように待機していた。ありがとうございます。みんなも無事でよかった。すみません連隊長、結局凪の記憶データは。そうだ、凪はあの後どうなったんだ。ユイトがいきなり倒れて凪に捕まっちゃって、それで凪がユイトを盾に。あなたは危険な状態に見えましたから、僕たちも迂闊に手を出せませんでした。私たちは変な設備のある部屋に閉じ込められた。多分あれが人格矯正施設だが、人格矯正される前に吹雪連隊長が来てくれた。俺たちは何ともない。だからユイトが気にすることはない。うん、ごめん。みんなありがとう。俺いつも助けられてばっかりだな。待って、怪異が集まってきてる。
警報器は切断してあるが、あちらさんはユイトが逃げようとしていることは知っているはずだ。とりあえず病院から脱出するんだ。脱出ルートは渡るに知らせてある。ここは僕が引き受けよう。でもこれでもセプテントリオンだからね。一人でも十二分に戦える。それとユイトにはこれを預けておく。絶対になくさないでくれよ。何ですかこれは。ここを出たら説明するよ。今は時間がない。早く行くんだ。君たちがいると足手まといだからね。はい、わかりました。ユイト、この辺りにテレポート可能な安全地帯は見当たりません。走りましょう。ああ、わかった。風紀連隊長、気をつけて。俺が無能力者、私の剣はテルペッパーだったので、ショックというより正直ピンとこない。次だ。いろんなことがありすぎて、もう何が何だか。今です。俺がやる。狙えるぞ。ナギがユイトをさらったのはニューヒムカ政府の命令があったからでしょう。やはりナギは。ユイト、お前もとうとう反逆者だな。どういうことですか兄さん。まさかニューヒムカ政府がユイトを反逆者認定したんですか。そうだ、もはや数王に入ることはかなわないぞ。どうだユイト、セーランに来ないか。セーランはお前たちを同志として受け入れる。人間の脳を怪異に埋め込んでいるセーランに協力しろと言うんですか。ニューヒムカは強力な超能力を生み出すために人間を怪異化する実験を行っている。スオーはそんなニューヒムカの中枢都市だぞ。どっちも歪んでる。どっちもおかしい。ならどうする。宗教かぶれの渡月にでも逃げ込むか。あそこは宗教自治区だ。外では罪人とされる連中でも受け入れてくれるだろうな。今回の渡月が安全な場所とは限らないが。今回？言葉のあやだ。そうだよヨイト、渡月ならニューヒムカ政府も手を出せないよ。あそこは独立としたもの。ちょっと怪しいところではあるけど。まさか兄さん、それを伝えるためにここに来たの？単なるついでだ。ただ渡月に行くならこれを持って行け。こんなもの飲めません。生き延びたいなら飲むしかない。それが人の血だろうと脳みそだろうとな。どちらにしてもこのままだとお前はいずれ記憶も超能力も失うことになるぞ。アンプル剤はその時間を引き延ばしてくれるものだ。
嫌でも飲むしかないんだよ。カレン元連隊長、何をするつもりなの？吹雪さんを助けるつもりなんでしょう。俺たちも手伝うべきなのか。いや、アジトに戻ってくれ。吹雪連隊長から自分のことは構うなと伝言されている。それにこっちで最低限のモニタリングもできる。吹雪連隊長の状況は追っておく。渡月に逃げるにしても、吹雪連隊長を助けるにしても、一旦アジトで作戦を立ててからの方がいい。了解した。おっす、お疲れ。いや、ほんとこのユニット居心地いいな。渡る？どうしてここに？吹雪連隊長と打ち合わせしてたんだよ。ユイトたちが6章の旧病院に潜入したのがバレたら、俺はアジトに逃げ込むって。俺は PC とサイネットがあればどこからでもナビできるしな。ということは、吹雪さんはユイトが反逆者認定されることを予想していたんですね。ユイトが反逆者になったら、ユイト隊をナビしてたワタルも危険だから。ユイトを悪者に仕立て上げるなら、ユイト隊の動きを知っている人間は始末した方がいい。人格矯正されていた可能性があるな。むしろワタルより俺たちの方が危険だろう。そういうこと。ついでにこのアジトの場所が漏れてないか確認しといた。ここはもともとスメラギ家のユニットだろ。カイト本部長にバレてたらヤバいからさ。今のところは大丈夫みたいだぜ。このユニットを使ってることは兄貴にも言ってない。ただ今後は注意した方がいいな。他にもユニットはたくさんあるから、すぐに特定されることはないと思うけど。それにしても、兄貴が俺を反逆者認定するなんて。ユイト、兄貴も政府の人間だったんだって思い知らされたよ。分かってたことだけどさ。まあとりあえず今後は俺がここに常駐するから、このアジトが見つからないようにいろいろ仕掛けとくよ。それより吹雪連隊長から預かったものをなくしてないだろうな。ちゃんと思ってるよ。あれって何なの？荒はばきのパスだよ。一回限りのパスコードを吐き出す端末だ。荒はばきのパス？どうしてそんな大事なものを俺に？吹雪連隊長は生きて帰れないと考えて、ユイトにパスを預けたのか。吹雪連隊長はあれから何か連絡は？少なくとも旧海抜群病院を出たところまでは確認できてる。ただその後は全てのシステムから反応が消えちまった。政府に捕まってないといいんだがな。兄さんが吹雪さんを助けたはずです。兄さんなら大丈夫。そういえばカレン元連隊長もルカもベルペッパーだって話、本当なのかな？こっちでも吹雪連隊長のことは探してみるよ。それにお前ら人の心配している場合じゃないぜ。スオーじゃ悪魔だの偽善者だのひどい言われようだからな。物資も有限なんだし、早めに渡月かセーランと接触しないと干上がるぞ。ちょっと前まで英雄だって持ち上げといて、ひどい話。いいよ、英雄だなんて言われるのがおかしいんだ。それよりみんなには話しておきたいんだけど、俺どうやらもともと無能力者だったらしいんだ。どういうこと？
あるよね。俺が子供の頃、旧海抜群病院に入院してたって知ってるよな。どうもその時に超能力を後天的に発現させる実験を受けていたみたいなんだ。だからこのところ俺の超能力が変だったのは、人工的に超能力者にされたせいなんだと思う。脳への負担がひどいんじゃないかな。でもいいんですか？自分がベルペッパーだったことをみんな僕たちに話して。あ、もしかしてルカはベルペッパーだったことを気にしてるのか。まあ隠したところで本当のところは変わらないし、力が安定しないせいでみんなに迷惑かけてるからさ。別に迷惑じゃない。そうだよ、ただ心配なだけ。それもこっちが心配したいからしてるの。しかしよく話してくれたな。無能力者は自分がそうであることを周囲に明かせず苦しむ人も多いと聞く。ええ、そうですね。そうだと思います。今後も何か異変があれば俺たちが全力でフォローするぞ。うん、ありがとう。よし、それじゃあ少しアジトで休んで、それからこの後のことを決めよう。